森友学園をめぐって大阪府は学園が運営する幼稚園に今朝立ち入り調査に入りました。調査は午前9時に大阪府の職員10人体制で始まり、籠池理事長も立ち会っているということです。森友学園の小学校をめぐっては3つの異なる工事費を記載した契約書があり、府には低い金額を報告することで認可を受けやすい財務状況に見せかけた疑いが浮上しています。府は記載に虚偽がなかったのかなどを聞き取る方針です。また理事長の妻が幼稚園の副園長と系列の保育園の園長を兼務し、大阪府と市の両方から補助金を不正に受給していた疑いもあります。午後からは市も保育園の調査に入る予定で、虚偽や不正が見つかれば府と市は告訴・告発を検討する方針です。